何？積極的攻撃に出て越境すべからず。通信電話の確保はこの樺太防衛線の戦局を大きく左右すると言っても過言ではないと思います。その意味においても皆さん方はさらに業務に精励されんことを切望いたします。日本は負けたんですか？負けたってどういうことなんですか？日本が負けるわけないじゃないの。自衛のための戦闘とは一体どういうことか。私たちの仕事はそんなに簡単なものではありません。たとえ混乱することになったとしても君たちを残すことはできないんだ。は交換しよう。電話の線がつながってる限りここは離れることはできないわ。リスク。あっ局長さん、こちら真岡です。回線もここだけになりました。局の下にソ連軍が。もうダメです。これが最後です。この映画は1945年夏、あの終戦時における真実の樺太のレポートである。